はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらでした。はい、ということで今日の動画、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい。はい、ごめんなさい。実はですね、今日時間がなくて、はい、超ショートでした。何のレビューも、何の寸劇もしてないですけれども、はい、行きましょう。質問、回答コーナー。質問じゃないね、コメントだ。コメント回答だった。杉田マサさん、はい、ローグワン初日に見に行きますか？見に行く予定です、私はね。エイジン君はまだわかんない、はい、見に行くかどうかもまだわかんないね、うん、小町はやぶささん、 N ゲージのトーマス出ましたけど買いますか？買います、うん、買うんですけど、今出てる N ゲージのトーマスはセットなんだよね、うん、だからうち、あの加藤のレールでさ揃えてるから、うん、トミックスのレールいらないのよ、うん、だからあの12月末に出る車両セットの方を買います。はい、そちら楽しみにしててください、はい、チャンネルみほさん、私ダースベイダー恐怖症です、どうしたら治りますか？見るだけでゴキブリみたいな黒光りが多分ダメなんだと思います、ごめんなさい。そうなんだ、うん、どうしたら治りますかって、これね、あの他の方もコメント返してますけど、私のおすすめはエピソード6を見ることかな、うん、ダース・ベイダーがちょっと人間味あふれるとこが見られるから、うん、お父さんのとこが見られる、ダース・ベイダーが、うんうん、だからそれで怖くなくなるんじゃないかなってのはあるけど、はい、あとは YouTube 上にね結構ダース・ベイダーのコメディ動画とかいっぱいあるんで、うん、それで検索して見てみるのもいいかもしれないです、まあ、そこまでしてね克服すべきかっていうと分かんないけどね、うん、バックスター TV さん、スターウォーズシリーズ久しぶりですね、楽しみでした、ストームトルーパーのマスク買ったんですね。そうなんですよ、買いました。まあ、ね、はい、今ここにもあるけどね、はい、これですね、はい、本当はね、あのマスクとかね使って寸劇とか撮りたかったんですけど、まあ昨日のあのちょっとしたねショートコントで終わらせちゃいました。はい、ということでですね、今日の動画のコメントは次の動画で回答はしたいと思うんですけど、あんまりコメント入んないかもしれないですね今日はね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。